になったで。ドキドキする。大丈夫？何言っとんねん。He is all that remains of a once powerful yokai. Alia. Right now, you're on the Batman adventure show. Yosh.だってさ、とにかく、このゲームを終わらせるんだ。覚悟は決めたっす。え？いいっすか？でもさ、そりゃまあ。だったら。
ん？俺がこのゲームを終わらせるんだ。わかるっすか？何？まだまだだな。わかったよ。困ったもんすね。ああ。え？なんつうか。お祈りだよ。罰が当たるよ。っていうか。それにしても。にゃはは。どうしたの？ダメだよ。ごめん。そうだ。そうなんだ。レイ、あのさ、やっぱりやらないか。それは。ほら。いや。そっか。へえ。まあ。あ。それは。でも。そうだね。じゃあ、あれ？いいかな？そうだな。ね、階段が見えるでしょ。あ、本当だ。あのさ、それは、あ、まあ。
ほら。じゃあ、壊した？あ、ううん、壊したってわけじゃないんだけど。どう？人は通れそう？通気口の周りにも本が山積みだから身動き…まあそもそもその通気口とつながってる教室は僕らが見張ってるからね。大丈夫じゃないかな。念のため人が通りにくくなるように通気口の周りに本を積み上げておくよ。大丈夫？うん。え？いい？あのね。もちろん。よーし。じゃあ。でも…あのね…ね？うん、よーし！よーし！やっぱり…あのさ…
まあね。じゃあ、あのさ、うん、特に動く本棚を狙うカメラは慎重に設置しないと。じゃあ、そっか。よし。うん。うんうんうん。うん。そうだね。じゃあ、あのさ、あのね、僕は。でも、今でも忘れられないんだ。僕のせいで捕まった犯人のあの目。僕が憎くて憎くてたまらないってあの目。後で聞いたら、その犯人は自分の家族の復讐のために被害者を殺したらしいんだ。被害者は犯人の家族を騙して自殺に追い込んだ最低のやつだったんだってさ。殺されて当然のやつだったって。それなのに僕はそんな被害者の味方をした。憎まれて当然だよね。そうじゃないよ。
そうだね。僕は、僕は、赤松さん、ここにピアノでもあれば君を励ます曲が弾けたんだけどね。ドビュッシーの月の光とか、ああいう綺麗な曲がぴったりだと思うんだ。水面に浮かんだ月みたいに心が穏やかになれるいい曲なんだけど。あ、分かっちゃった。実は私も震えてるんだよね。でも犀原くんがいなかったらもっと震えてたと思う。震えて何もできなかったと思う。私は犀原くんがいてくれてよかったよ。君がいてくれたからこうして立ち向かえてるんだもん。犀原くんがいなかったら首謀者を追い詰めようって勇気も出てこなかったよ。だからもっと自分に胸を張ってよ。私は君を信じてるからさ。君も自分を信じてあげてよ。うん、やってみるよ。できるかわからないけどやってみる。うん、約束だよ。そうそう。もしかして。ああ、もう。桃田くんにゴン太くんに春川さん、茶柱さんにアンジーさんに夢野さんに天海くんも。どうして。よし。あ、うん、ああ、もう。
あれ？あれ？